なんか藤山から電話かかってきた。ジョリース、起きてた？こちら三角関係の入り口となっております、多分。ジョリース、藤山くんにいなくなる。どうしたの？なあなあ、今日暇？今嵐さんと一緒なんだけど、あんたも遊びに来ない？え、行く。じゃあさ、駅前広場に来てよ。うん。俺らそこで待ってるから。あ、ありがとう。これ行くこと自体は問題ないよね、多分ね。いいな、電話貸せ。慌てなくていいからな。あ、ありがとう。じゃあまた後で。ありがとう。慌てなくていいって言ってくれる藤山優しい。ニーナもテンション高くてめっちゃ可愛い。3人でお出かけか。よし、準備していこう。おお。あんた最高。またやってよ、見て。楽しかったみたい。俺も見て。いいな、こうして3人で遊ぶの。なんかさ、同性の友達がいる分かわかんないけどさ、三角関係のこの3人で遊んでる時楽しそうなんだよね、彼たちが。だからすごい可愛い、みんな。なあ、この人呼んで正解でしょ。また3人で遊びに行こうぜ。行きたい。行きたいけど、そうするとニーナのドストレートな告白が多分見られなくなっちゃうよね。まあ、今回の人生はニーナを一途に追いかけるから、うん、ちょっとでもこれ言うの心痛いんだよね。ちょっとあれ、乗り気でない。いや、そんなことはないんだけど。こいつにも都合があるだろう。 ありがとうね、ごめんね。でも今日は楽しかった、また誘って。チェー。でも俺また誘うよ、きっと。うん、ありがとう。断っちゃって悪いことしたかな。あ、ニーナくんも来てる、待ったよね、ごめんね。お、それかわいい。うん、もう一回言ってくれたら移動。待ったよね、ごめんね。言い方も同じとは指定されてなかったから。もうニーナくん、冗談だって。ん、行こう。腕組みたいの？うん、いいよ。やった。帰ってから今日のこと思い出して一人でニヤニヤしそう。何それ。てか絶対する。俺付き合ってんじゃないの？付き合ってて言うやつじゃないのこれ。何？そう思いますけど、私はまだダメ。送ってこうか。あんた危なっかしいし。え、ありがとう。何？送って。俺に見とれてる？うん、ずっと初登場からずっと。ありがとう、送ってくれて。どういたしまして。あのさ、また。うん。え、あ、あら。藤山くん。うん。ああ、押す。出直す。じゃあな。うん。気まずい空気みたいな。いや、でも藤山そんな気まずい感じならなさそうだけどね。え、あの、冗談。でもちょっと気になるな、俺。おお。じゃあね。うん、じゃあね。藤山くん、後でちゃんと話さなくちゃ。ああ。じゃあそんなになんかめっちゃ変に気にしてないんじゃないの、藤山だし。もしもし。お、もしもし。藤山くん、私。うん。あ、あのね。あ、誤解を解く。友達でいてほしい。あ、親友だ、これ。え、なんか親友にも2種類あるっぽくて、マジの友達、本当にマジで友達で、その本命との恋愛の相談に乗ってくれてる、こっちのことを別に好きではない、そういう意味で好きじゃない状態の親友もあるっぽくて、藤山にそれになってほしい。けど、どうやってさ、それ保ったらいいんだろう。だって、喋ってる時点で好感度は上がってっちゃいそうなもんだからさ、デートとかに、とんでもない服装とか着ていって、外れの選択肢選んで、だからその要は親友っていう好感度が友達で固定されることを逆手にとって利用して、好感度が上がりすぎないようにしながら付き合いを続ければ いけるかな。そういう藤山見たくない。いや、あの、実は好きになっちゃってる藤山もめっちゃ気になるけど、だからそうなっちゃったらなっちゃったで。ひどいこと言ってる。そのバージョンのセリフも見られるからいいんだけど、そのガチ友達っていうのが、設楽はそうじゃなかったじゃん。設楽が親友になった時はもう本当に好きみたいな感じだったから、そのガチ友達の方も見てみたいしね。友達でいてほしいよ。友達でいてほしい。話しておきたいことがあるんだけど、時間あるかな。あ、呼び出した。あのね、私ニーナくんのことが、その、え、もう言ってる。もう好きって言ってる。え、に告白しちゃえばもういけんじゃないみたいな。あ、私そう思うけどね。あんな可愛い可愛いとか言ってきてんだから。間違ってたら悪い。あ、それは好きとかそういう。ああ、うん、あ。青春。ああ、それでお前最近変だったのか。うん、3人でいる時とか特に。でもさ、気づいてくれてたんだね、一応さ、変だっていうのは。
藤山、ごめんね、こんなこと急に。いい、納得いった。なんかおー、とりあえずあいつのことでなら協力できると思う。ありがとね、優しい。頑張れ、応援してやるよ。心強い、藤山が親友になった。藤山くんありがとう。よー、あんたも今帰り？よー、うん、よかったら一緒に帰らない？あんたと？ダメ。嘘嘘。けどもう一回おねだりして、そしたら歩く。一緒に帰ろ。言われ方は指定されてないからね。ニーナくん、もうすぐ誕生日だったよね。あ、お祝いしてくれるって話？うん、そうだな、何がいいかな。冗談だって。あのさ、あんたからなら俺、物でも言葉でも何でもいいよ。好きです。この話題をあんたの方から出してくれたって時点で十分嬉しいし。何それ、すごいその言い方。まあ贅沢を承知で言えば、形に残るものだといいなと思ったり。あげるあげる、誕生日楽しみにしてて。でもガキの頃以来だ、誕生日が楽しみなのって。早く来ねえかな、俺たん。まだガキだろ、普通に現役で。まあでも高校生の半ばぐらいから、確かに、そっか、確かにちっちゃい時とは違うわ、もう高校生じゃ。ごめんね。よし、終わり。次は表の台車を中に。今日も重そう。よし、気合を入れて。うん、よし、動いた。けどちょっと待って、向きがどうしよう、止まらないよ。嘘、やばいじゃん、危ない危ない。聞こえたぜ、あんたの助けを呼ぶ声が。ニーナ。かっこいい、ニーナ。牛乳の名前癖強っ。デイリーニュータって書いてある。次この名前でやろうかな。デイリーニュータっていう名前で。ときめもやろうかな、呼んでもらえるかな。デイリーってあるかな、そのキャラの読み上げの中に。ニーナくん、ありがとね、助かったよ。こういう重いもんは俺に任せろって。心強い、ありがとう。でも仕事だから。あ、じゃけこも偉いだよな。うん、じゃ次からは俺を呼んで。うん、中身全部ぶちまけてからじゃ遅いからさ。そうだよね。嘘嘘、そういう意味じゃなくて、あんたが大変そうだから呼んでってこと。オッケー。理想の先輩。大好き。高校生のバイトでこんなすごいよ。オッケーな言い方、かっこよ。うん、ありがとう。デイリーニュータ気になるわ。んじゃあ行きましょう。うん、頑張って押してね。うん、頑張る。せーの、ほっ。ありがとう、おかげでずいぶん早く済んじゃった。どういたしまして。ん？何？ニーナくんも男の子なんだなって。軽々と台車をしてたし、荷物下ろす時も。そりゃあな。お、あー、なに、ちょっと意識しちゃったとか。ちょっとどころじゃないよ。付き合ってよ、もう今日から。よろしくお願いします、今日記念日ね。いいぜ、あんたならいつだってウェルカム。さあ来い。ほら、こう言ってることですし。もうニーナくん。わー、一緒に勉強とかバイトしてる、かわいい。おー、親友だ、藤山。ニーナくん。よう。あ、なんか企んでるだろう、その顔。誕生日おめでとう。これプレゼント、この間プレゼントの話したしね。あ、さすが。まあモテ度を極めるならこれくらいは当たり前か。めっちゃモテ委員長。ねえ、開けてみて。ここまで好みを分かってもらえてるのってなんかすっげー嬉しい、嬉しい。大切にする、ずっと。マジありがとう。どういたわ、やった、すごく喜んでもらえたみたい。よかったね、成功。動物園行こう。お誘いありがとうございます。お、慎んでお受けいたします。かわいい、大好き。あ、はい。あ、よう、急に来ちゃってごめん。ニーナ、その服似合ってる、すごい。ニーナくん、どうしたの？何日か遅れてるし、電話かメールでもよかったのかもだけど、やっぱ直接言いてえなと。誕生日お祝いしに来てくれた。誕生日おめでとう。ありがとう。わあ、覚えててくれたんだ。遅れてごめん。うん、あとこれ。何くれるの？ありがとう。俺の方こそありがとう。
やっぱ喜んでもらえると嬉しいっていうか、なんか来た甲斐があった。大好きなんだけど一緒に住まね。じゃあじゃあね、また学校でね。何くれたの？デザイナーズミニトート。使おうよ早速。わ、素敵なバッグ。ちょっとしたお出かけの時にいいかもね。いいもんもらったわ。ワンニャンハウスに行きたい。ささん、ワンニャンハウス行こう。いいね。ワンコとニャンコに埋もれてきますか。やっべ、ここやっべ。めっちゃ興奮してる。まあでもニーナがやっべやっべって言ってるから、みんな可愛すぎるでいいんじゃない。ふーん、どうしよう、可愛すぎて死ねる俺。猫とか犬とかにすっごいテンション上がるの可愛いニーナ。ありがとね今日。疲れた？少し寄っかかっていいよ。寄っかかっていいよだって。やばい、もうニーナと藤山の間に立ってさ、あのバイン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 って言って寄りかかり往復したいんだけど。何？話してくれるまでここにいればいい？うん、帰らないで、もう越してきて向かいの家とかに。あ、ニーナくん、メリークリスマス。メリークリスマス。いいね、今日のあんた輝いてるぜ。ありがとう、ニーナも。食いも持ってぼーっとしてんな。ごめん。突然出現した藤山に怒られた。あ、藤山くん、メリークリスマー。そんなんいい。早くあっちに行け。え、勝負に出ろ。倒してこい。そういうこと？親友だとこうやって言ってくれるってことだよね。これニーナのこと言ってるよね多分ね。行けみたいな。藤山。いいやつすぎる。ガチ親友藤山、心強すぎる。そういうことか。メリークリスマスキャンセルされたと思ったら。早くあっちに行って倒してこい。いや、めっちゃ応援してくれてる。え？うん。その目つき危ないよ。え、ごめん、白目向いてた。おお。なんかあんたってこういう系得意そう。運動そんなに今低くないだろ。柔道部入ってるし、好きに任せて。やっぱ俺の目に狂いはなかった。さすが。このニーナかっこいい。やったね、マッチリ好印象。かっこいいニーナ。冬だね。冬だね。ピッ。いいよ、もっとギュッと組んでも。もうへし折る寸前まで行こう。ハグ？違ったか。残念。付き合ってってもう。もう付き合ってよ。なんで付き合ってないんだよ。これおかしいだろ。付き合ってなくてさ、ハグ違ったか残念とか言ってさ、言うんだったらさ、付き合ってたらどうなっちゃうわけ。もう無念とか言って切腹しちゃうわけ。ねえ。ひっくり返る愛のマーク。いってんでファンテーだから。行こうよ。うん、行こう。あ、誰だろう。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。あ、ニーナくん、おめでとう。どうしたの？うん、暇なら初詣行かねえかなと思って。どう？行きます。あんたのノリの良さは今年も抜群だな。うん、付き合って。オッケー、じゃ少ししたら迎えに行くから準備よろしく。 ありがとう、そっちも付き合う準備よろしく。今日付き合おう。記念日わかりやすくていいじゃん、1月1日で。お、来た来た。 C さん、お待たせ。ありがとうね、迎え来てくれて。明けましておめでとう。おう、おめでとう。晴れ着か。うん、なんか正月からいいもん見られた気分。よっしゃ、どうかな。いい、意外と似合ってるし。お、あとは俺が帯をくるっとすれば完璧。どこでする？しないよ、この野郎。まだちょっと仲いい先輩ってくらいでこんな。今日付き合ってくれよ。記念日にしようよ、今日という日を。喜んでくれてるみたいだし、いっか。じゃあ行きますか。うん、あんま混んでないといいな、神社ね。さて、神社も見られたし、ちょっと早いけど帰りましょう。お疲れ。早いよ。え、ちょ、ニーナくん。嘘嘘、ここまで来たのにもったいないじゃん。ま、のんびり行こう。ね、そのからかってくんのずるいわ。絶対付き合ってほしい。これ初詣するじゃん。この画面でさ、こうやって方向キーを押すとさ、ほら、前にも言ったっけこれ。言ったか覚えてないんだけどさ、ほら、こうやって背景がタッチできて、なんか慣れせんのこれ。ほら、カランカランって。これやってからお願いするとね、なんか効果が上がるような気がする。ちゃんと確かめてないんだけど、多分上がってる気がする。いや、ニーナともっと仲良くなりたいよ。もっとニーナくんと仲良くなれますように。
その願い叶えて神ぜよ。よっしゃ。ああ、おみくじのこと忘れてた。あ、あんた引いときたいんじゃん。うん、引いとく。絶対大吉出そうぜ。そんなに俺との相性を占いたいのか。ま、いいに決まってると思うぜ。じゃあ付き合ってよ。いい加減してそうだね。なあ、俺ら仲良しだもんな。うん、よし来い大吉。ねえ、俺ら仲良しだもんね。いい結果が出ますように。さて、私の今年の運勢は。出ろ大吉、出ろ大吉、出ろ。あ、今日だ。くそー今年は気をつけよっと。ニーナくん、どうだった？大吉。あニーナを大吉出してる。いいな。なんで浮かない顔なの、そんな。毎回思うんだけどさ、うん、大吉なのになんで一つはイマイチなことが書いてあるんだろうな。あー、確かに、あのなんとかかんとかって書いてあるやつだよね。待ち人来るみたいなやつ。まあ、イマシメってやつなんだろうけど。あー、にしても調子に乗ると今日って、大吉引いた時くらい調子に乗らせろって。まあ、確かに可愛いニーナ。うん、確かにそうかも。今年は奮発したから神様も願い事聞いてくれそう。何お願いしたの？あんたが留年して俺と同じクラスの人になりますように。本当か？まあ、ニーナがそう言うなら留年も辞さない構えよ、こっちは。ふーん、え嘘嘘さーて帰ろうぜ。本当は何お願いしたの？本当は何願ったの？ありがとう、送ってくれて。はいはい、うん、じゃあお疲れ。今年もよろしく。うん、よろしく、ありがとね。今年も1年いい年でありますようにね。もう2年目の1月だからあと1年ちょっとしかないんだけど、ニーナのこの ADV イベント、これがさ全然開放されてないんだよね。だからなんかさ、なんか見てないのかな、大事なことを。全然なんかもっと起こせるイベントあったんかな。まあもうちょっと先行ってみて明らかにそうだったらちょっとイベント回収してこようかな、また別のデータで。ちょっと藤山ともさ会話を聞きたいから、藤山とも出かけよう。もしもし。まあ、藤山は同級生だから下校の時に見かけて喫茶店行けることもあるから、そんな焦って藤山とばっかり出かけなくてもいいかもしれないけど、あの会話聞きたいもんな。いいぞ。お、やった、ありがとう。あれだろ、練習役に立つかは分かんねえけど。おお、親友だ。いや、藤山と行きたいんだよ。分かった、じゃあ当日な。うん、よろしくね。でもデートを成功させて藤山の好感度が上がっちゃうと、やっぱりその片思い、切ない片思い状態の親友になっちゃうから、もう服装からしてやばい服装で行ってもう親友になったら多分ずっと友達の感じでいてくれるから、それをいいことにやばい服装の組み合わせで行って、そんなにこっちのことをめっちゃ好きになられないようにしたらいいかな。んー、このスポーティーなスカートに、あ、来た、ほらデンジャー来た来た来た、これで行こうデンジャーで行こう。藤山くんまだ来てないみたい。あ、来た。もう来てたのか、早いな張り切っちゃって。私も今着いたところだよ。そっか、でも少し待たせたよな、悪い。うん、うん、大丈夫。なんだ、行こう。ん、腕相撲か。うん、しようっていうか今日のお前何？え？いや、俺が流行に鈍感だから理解できてねえだけかいいな、この反応服装がやべえ時の藤山。違うな、やっぱ変だその格好一回、あ、いや俺の感覚かって迷った後に違うなって確信を持って言い直してきたしまった、組み合わせに失敗したどんまいどんまい。えい、腕相撲すんのか。ずっと腕相撲に乗り気なんだけどまさかこちらの思惑に気づいているその優しさを利用していろんなセリフを聞こうとしているこちらを破壊しようとしてないか。ピン、じゃんけんか。ほら、常に勝負仕掛けてこようとしてるもん。これが本番で活かせりゃお前の勝ちだ。うん、頑張れ。ありがとう。どうしよう、ちょっと話を聞いてもらおうかな。来た来た。え、多分今藤山マジシンガチ親友だと思うんだよね多分。じゃあ男の人って、男の人ってわからないよ、何を考えてるんだろう。何って、
いろいろ考えてんだろ、男だって。うん、それはそうだろうけど。わかんねえな。気になるなら本人に聞けよ。まあな、そういうわけにもいかないよ。なんで？何考えてんだって聞きゃ済むだろ。確かに。でもさ、ニーナに関してはマジに何考えてんだって聞きたくなるよね。あんなさ、付き合ってもない女の子にあんなに可愛いだのなんだのって言ってさ。ずるいわーニーナ。思いません藤山も。なあ、アラスさんもそう思わないですか。うん、言ってみろ、ほら、何考えてんだって。言い方、何考えてんだ。ジャケコかわいい。そうそう、でももうちょっと女らしくな。何考えてんのよとかな。藤山もかわいい。なんか喧嘩になりそうだけど。確かに、何考えてんだよ。おお、ほらほらほら、まだこのピンクのハートが内側に収まってるもん。ちょ、できればこの時空のアラスさんにはガチ親友でいてもらおうか。その会話聞きたいからな。お前一人くらい余裕で持ち上げられるぞ。おお、さすが、かっこいい。っていうか、今日のお前。わかる？服やばいんだ。いや、俺が流行に鈍感だから理解できてねえだけか。違うな、やっぱ変だ。その格好。一回自分を疑ってからさ、違うなって。変だって言い切ってくるの好きすぎるな。ところで藤山くん。ん？じゃあ異性の好み、どんな女の子が男の子に好かれると思う？はぁ、女はめんどくせえな。じゃあいいよ、ほら。よくねえんだよ。お、こうすれば好かれるとかさ、分かっててやってる女は嫌だ。おお、藤山めっちゃ好き。実際俺にはそういうの見抜けないだろうし、うん、騙されるやつも多いだろうけど。え、すごくない？そういうのってバレバレだから嫌なんだよねじゃなくてさ、俺には見抜けないだろうけど嫌だって言うのすごくない？かっこよすぎなんだけど。お前はそういうことすんな。うん、分かった。そうかもしれないね。正々堂々、男らしくいけよな。マラスさん、ありがとうございます。ん？あんたの貴重な時間、俺にくれてあんがとう。でさ、また誘わせて。誘って、毎週誘って。うん、ありがとね。今つないだら話さねえ。うん、いいよ、もう全然話すなよ、バチコイや。しーちゃん。はっ、ニーナくん、今私のこと。なんかさ、もうちょいあんたと近い感じになりてえかなって。ダメ？やばい、そっか、後輩だからさんからちゃんに変わるんだ。後輩から何々ちゃんって呼ばれるの栄養高いよな。ダメじゃないよ、もちろんいいよ、嬉しいよ。あんたならそう言ってくれるって思ってた。これからもよろしくね、しーちゃん。付き合ってください。なんだかちょっとお付き合いしたいかも。うい、あんたの手気持ちいい、強く握りたくなる。いよいよ、全然骨折。骨折 OK。 ね、放課後藤山に会えたからさ、呼び方嵐さんにしたいんだけど、これ受け入れてもらえるかな。嵐さん、喫茶店寄りません？頼む嵐さん。ねえ、お茶して帰らない？あ、呼び方については大丈夫かな。茶、悪い、用があるからダメだ。あー、くそ、茶はダメだったか。また今度な。あ、わかった。でも嵐さんについては許可された、よかった。ところで嵐さん、ん、ドキドキするときってどんな感じですか？男の人が女の人にドキドキするのってどんなとき？ドキドキって、そりゃ…もうそりゃ…なになに？スカートが…ほら、風が吹いたりすると…プップピデュー。なんだよ、だってお前が聞いたんだろ。ドキドキって。いや、そういうんじゃないか、もっと少女漫画的なドキドキでしょ、ジャケコが聞いたのは。もう、そういうことだけ？ドキドキするのって。わかった、そういうことじゃない方な。うん、じゃあ、うん、あれは、いや、そういう方だよな。じゃあ、あれもか。待てよ。そういう方ばっかりみたい。めっちゃ友達の藤山いいな。さ、ニーナへのバレンタイン。ニーナは学年が1個下だから、渡せるチャンスが2回しかないってことだよね。だからこれが初めてのバレンタイン、絶対成功させようね。できた、完成、大成功。でかいドンキ行こう。
ニーナとでかいドンキ行きたい。でかいドンキ行こう。手だけじゃなくて全部くれよ。なんて。なんだおめえ。付き合おうて。付き合ってでかいドンキ行こうて。今日はさ、スノボやんない？あ、いいね。教えてくれる？そんな風にお願いされて、いやって言える男がいたら会ってみたい。行こう。行こう。この人と一緒にいると自己肯定感が上がるよな。また誘ってよ。うん。あんたの時間、また独り占めさせて。何それ、誘う誘う。ドキドキしてる。ほら、わかる？そんなのこっちだって同じなんだけど、ずっとドキドキしてるよ。ずっと心臓が変拍子なの、あなたに出会ってから。1234 1 2 1 2 3 4。送ってくよ。ありがとう。しちゃう？うそ。うわ、やばこいつ。祭りじゃー。てんてれるてんてれるて。どういたしまして。じゃあね。じゃあね、ありがとう。あとマジで交際して。ニーナくん来た。あ、なあ、期待してもいい？待ってたの、かわいい。はい、どうぞ。バレンタインのチョコレート。お、どう？来たよこれ。あ、やっべえ、やっべえ。あ、かわいい。ニーナ、あ、嫌だった？なわけねえし。嬉しすぎて死にそう。マジで。ニーナかわいい。俺の好みもよくわかってんじゃん。もうすっげえ食うの楽しみ。よかった。あー、超幸せ。ありがとう。めちゃくちゃ喜んでくれた。あげがいがあるわ。さて、期末テスト1位かな。1位だ。よし。1位取った感想は？お、ニーナ。あ、ニーナくん、嬉しいよ。はい、いい笑顔いただきました。また見せてよ、それ。へおめでとう。ニーナくん、どうしたの？ああ、ほら、あ、ホワイトデーじゃん今日。うん、だからこれ。ありがとう。 ありがとう。何もらった？すっげえいい顔。自信なくなってきた。何持ってきても絶対それには勝てねえ。好きだ、ニーナ好きだ。付き合ってくれ。ニーナさ、マジガラケーの時代に恋愛したすぎる。ニーナ、もうスマホの時代でもいいけど、ガラケーの時代に恋愛したい。ニーナだけ違う着メロにして、本体のランプもニーナの時だけ違う色になるようにして、で、メールが来ないかなって思ってセンター問い合わせするような、そういう恋愛がしたいって言ってるんだよ。え？あ、まあ、でも、気持ちってことで。じゃあ。いや、何もらっても嬉しいよ。オルゴール付きキラキラメリーゴーランド。めちゃめちゃいいもんもらったじゃん。やばい。かっこいい。お、おしゃれしてきたんだ、今日。セクシーワイルドなあんたになら、俺食われても文句言いません。選べ。頭から食われるか、足から食われるか。たい焼きどっち派？ニーナ、頭から食べるか、尻尾から食べるか。私、頭。うい。もっと顔、近づけていい？あ、いいよ。もう重なっちゃうぐらい近づけていいよ。ゲームのバグみたいな。めり込んじゃうぐらい近づけていいよ。ニーナ、ご趣味は？なんか趣味持ってる？釣り。釣りか。ニーナくんが？え、あー、昔の話。ガキの頃、親父に無理やり釣れられて。うん、いいじゃん、釣り好きなの。かっこいいよ。釣りなんて地味だし、おっちゃんとかじいちゃんしかいねえし。かっこいいよ。ふーん、じゃあ今は？今？あー、今は、あー、服屋ショップ行くわ、そういや俺。そういや俺。俺の趣味はショップ巡り。あ、それで。はあ、思い込もうとしてる？なあ、まだ時間平気？あ、いいよ。うん、どうして？行きたいとこあんだよ。あれ？まあ、釣り堀なんだけどさ、付き合って。あ、いつもの追加デートじゃない。あれ、ニーナくん、釣りなんて行かないって言ってなかったっけ？あー、まあ、とりあえずバス停に移動。あ、うん、移動した？わあ。なあ、いいだろう、ここ超穴場なんだ、桜の。あと秋口も結構気持ちいい。わあ。さっきも言ってたけどさ、あ、趣味って何って聞かれた時、俺別のこと言ったじゃん。うん、ショップ巡りって言ってた。あれ嘘。うん。バリバリ見え張った。そっか、どうして？釣りが趣味なんて言ったら地味でかっこ悪いとか思われっかなって。いや、そんなことない、めっちゃかっこいいよ。一人でのんびりぼーっとできるようなとこも結構好き、うん、とかってイメージ違うし。
それで。なるほどね。そういう風に私が思いそうだって思ってたんだ。だってあんた釣りって聞き返すんだもん。はあ、似合わないみたいな顔してそうだったんだ。そう、そんな顔してない。ああ、鏡見せてやればよかったって。嘘嘘、そんなに怒んなよ。可愛い顔が台無しだぜ。またそういうこと言うまたそんなこと言ってまあ、なんつーの、自信がなかったんだよ。ニーナ、ニーナがこうやってちょっとさ、心の内側を見せてくれるようになって嬉しいよ。けど、今なら行っても大丈夫なんじゃね、うん、とか思って行ってみちゃった。行ってみちゃったそっか、ありがとう。俺の予想、外れてないよな。うぬぼれじゃねえって思ってもいいよな。うん。え、何このイベント良すぎ。ニーナくん、うぬぼれじゃないよ。さてっと、そろそろ始めようぜ。うん。多く釣った方が勝ち、負けた方におごる。何すよ、すぎ、ま、よすぎ多く釣った方が勝ちで負けた方におごるデートの達人かい付き合うてくれそろそろ。うん、ん、普通逆じゃない。心配するなって。どうあがいてもあんたが勝つことはないからそれな達人会すっごい私ときめきをメモリアルしてる今それはどうかなかわいい。はいはい、頑張ろうねはいはい、頑張ろうね。だってえ、ニーナに一番言われたいこれこのイベント最強すぎるなほら、あんま怒るとお魚さん逃げちゃうよ。その立場が逆転してるっていうか、そのさ、言い聞かせるような言い方やめてくれ効果がありすぎる後輩からのその感じ、効果がありすぎ。ニーナくんまだ来てないみたい。あ、ダイヤの原石見つけた。見かっちゃったねえねえ、君今一人だよねアイドルになってみたくない？どうしようかな、ま、俺こういうもんです音楽プロデューサーっていうか、スカウトマンみたいな怪しげすぎね。ちょっとお茶でも飲みしながら残念、見つけたのは俺が最初だからダメ。ニーナ、何それ、かっこよすぎその言い方。手は出さねえって。よかった。あ、ニーナくん、ごめん遅れて、何もされなかった？うん、大丈夫。ちょっとちょっと、二人の世界に入んないでよあ、違う、全然違うよ。あんたが俺らの世界に入ってきたんだよ。それだ、土足で。うわー、かっこいい。ま、あれだ、これ以上この人につきまとってぐだるようなら、あんた、えい、わかったから勝ったらチューして。ええよ思ったよりストレートに来た絶対勝てボコボコにしろ、頑張れ、負けるな、必ず勝て、よっしゃそこだ、ぶん殴れ。この先ここでスカウトがどうとか言えない状態になっちゃうかもよ。もう気をつけようね。気をつけようね、うん、これだから今時の若いのってあ、逃げた。あー、マジごめん遅くなって、今後気をつけるから。うん、大丈夫だよ、ありがとうね、助けてくれてありがとう。ん、じゃあ行こっかん、今の、うん、やば、わー、かわいい。出た、アルパカ出た、まあ、アルパカ好きみたいな感じだったからかわいいでんじゃん。うん、キショかわいい、言われたい、キショかわいいって。私もキショイだけでもいいけど、全然キショイでもいいけど、キショかわいいって言われたい。みんな将来の夢なに？将来の夢か、うん、金持ちになる。おお、ふふ、どうやって？それはこれから探すんだよ。ま、楽にそうなろうなんて甘いことは言わねえよ、俺は。えらい、私は楽に大金持ちになりたいですそりゃそうだろう。甘く手に入ったもんってのは簡単に出てくかんな。え、すっごいしっかりしてるね。あんたもそんな話があっても乗っちゃダメだぜ。本当？本当？なんつってすぐ騙されそうまあそういうなんかね、そう、うまい話があるんだけど、系は絶対乗っちゃダメだよね、それは危ないから。ま、
そんな時は俺が止めてやっから安心していいよ。もう一生一緒にいて。ニーナ君って案外堅実なタイプなのかも。しっかりしてるよね、ほんと考え方が。あ、リサイクルショップにクソヤバい T シャツ売ってる。なんかね、クソヤバい T シャツが売ってんのよ、この。で、このキラキラマークついてるってことは買ったことあるのよ、一回。買って所持してたことあるんだけど、いかんせんこのデザインがさ、あまりに人間すぎて、いや素敵なんだけど、そのデートに着てくのはやばいのかなって思って、一回もデートに着たりとか、そういうなんか着用したことがないのね。そう、買ったんだけどやばすぎて、面白いから。やばくない？だってさ、服着てなくない？あの、これは服だけど、その服に書いてある人が服着てないってさ、そう見えるだけかな。服着てんのかな。これ何なんだろうね、このインパクトありすぎる T シャツ。まあ、買うか、買って着ていこう。なんて言われるかわかんないけど、当然もちろんもう集会で買ってあるから、常にこの店に並んでんだけどね、もうほら。なんか白黒バージョンもあるのよ、これ。白黒バージョンっていうか、なんか、ちょっとテイスト違うやつ。一応2着買っとこうも。20リッチもする、この T シャツ。デンジャーになっちゃったじゃねえかよ。この人間の T シャツ着たらよ。ちょっと調整しなきゃダメか。じゃあこのとんでもねえ T シャツ小悪魔スタイルでいくか。あ、その服、葉月圭じゃん。葉月圭じゃん。葉月圭じゃん。出たよ、その横縦横横横縦横横縦横横横みたいな人。この人が葉月。やばい服とか言ってごめんなさい、やばい。すごいカリスマなんだよね、葉月圭って絶対。素晴らしい T シャツ着てきたんです、今日。どうですか？あ、うん、どうかな。どうかな、もうクソもねえだろ。やっべえ、マジかっこいいし。ニーナはね、葉月圭、そうだよね、尊敬してるもんね。え、まあ、かっこいいなとは思うよ、あの T シャツのね。デートにさ、デカデカと人が、人間が書いてあるシャツを。てか、専用のセリフあるんだ。やっぱり過去作の人なんだろうな。過去作に出てくる、多分初代とかのラスボスだろ、葉月圭。なあ、あんたも好きなの？だったら俺ら仲間。じゃあお揃いで着ようよ。なんかモノクロみたいなやつも買ったから、それ一緒に着よう。ボーリングとダーツどっちにしようか。葉月圭と葉月圭でデート行こう。4人いる。常に勝負200点教えてくれる。でも教えてくれる、どっち、なんか面倒みたいな。誰誘ってきたくせにできないのかよみたいになるかな。でもさ、今日葉月 KT シャツ着てるから許して、教えて。オッケー、じゃあまずは玉選びから。あ、優しい。ねえ、ニーナ君の好みってどんなタイプ？なんか気になっちゃう感じ。気になっちゃう感じです。なんとなく。なんとなくかよ。まあいいや。どんな？いろんなこと話せる子がいい。ああ、なるほど。いろんなことって？あんたと話してるようなこと。じゃあね。決まりかなっていう話ですよね。こんなことでいいんだ。こんなことがいいんだって。ん？何？いや別に、まあそのなんだ、これからもよろしくってことみたいな。みたいなね。いいね。いい感じやん。すっごい人間の T シャツ着てるけど、今日。日曜って暇？空いてね。空いてる。遊ぼう遊ぼう。ありがとう、誘ってくれて。ライブハウスでも行く？行く行く。ニーナ似合うね、ライブハウス。よっしゃ。あなたがハズッケだったんだね。まあ、小さくて顔がよく見えるわけじゃないけど、でもかっこよさげ。なるほどね。じゃあモノクロの方のハズッケ。違う、今さ、今こんな状態だったじゃん。違うんだよ、このさ、カラーの抱きしめティーと入れ替わると思ったの。これがこうなってこうなると思ったの、私は。そしたらこうなったからさ。やばいだろ、マジで。何がシック&キュートだよ。ハズキ&ケイだろうが。なんで重ね着できんだよ、これ。行くしかない、これで。これでニーナとデート行こう。まだ来てないみたい。驚くぞ。ダイヤの原石見つけた。
系に吸い寄せられてきた。光に集まる虫のように。やばい、さすがにハジキ系2枚来てると見逃してくれないね、スカウトマンは。え？ねえねえ、君今一人だよね。アイドルになってみたくない？そ、どっちに言ってる？私に言ってますか？このハジキ系に言ってますか？あ、俺こういうもんです。音楽プロデューサーっていうか、スカウトマンみたいな。ハジキ系がどんな人かも知らないのにまだ。ねえ、ちょっとお茶でも飲みしながら。あ、来た。残念。見つけたのは俺が最初だからダメダメだよね。助けて。ちょっとちょっと、二人の世界に入んないでよ。ハジキ系もいるよ、だから今日は4人の世界。なあ、違う、全然違うよ。あんたが俺らの世界に入ってきたんだよ。え、そうだよ、俺らとハズキ系とハズキ系の世界に入ってきたんだよ。何？何な、心配なら抱きついてろよ。え、そうする。必然的にハズキ系も密着することになるけど。マジごめん遅くなって。うん、大丈夫、今後気をつけるから。うん、大丈夫だよ、ありがとうね。助かったよ。うん、助けてくれてありがとう。うん、じゃあ行こっか。行こっか。おい、スカウトマン来たせいでダブルハズキ系見てもらえなかったじゃねえかよ、ニーダによ。おい。ねえ、あんたは幸せ？今。俺は超幸せ。私も幸せ。初めてこれになった。ダブルハズキ系の日に。ハズキ系のおかげかもしれない。ね、かっこいいニーナ。なんかみんなさ、この角度から見るとさ、新鮮だし。いいけど、あんたなら。かっこいい。はいはい、なんでしょう。好きです。左上のニーナめっちゃ可愛いんだけど。アハみたいな顔してる。それ以上やるとあんたが危険だぜ。ニーナの顔すごい可愛い。どんどん高まってきている。もう少しだ。こらこら。ごめん。来てこっち。はっ。あんたをもっと近くで感じさせてよ。うわすげえ。お、来た、フィーバータイム。こんなにドキドキしてるのは君のせい、君のせい。届かぬ思いと恋心をマジで入れたいぜ。やばいってそんなの。鼓動が刻むアップビート。あのさ、はい、何？まあ、あんたのことだからちゃんとした答えは期待してねえんだけど。ほう。どういうつもりで触ってんの？コナミが用意してくれてるから。え？あんたのはスキンシップの範疇超えてると思うんだよな。思う、それ自覚ある？それな。思う、それは思うわ。 ごめん、私遠慮がなかったかも。もし一個したってことに安心してそういうことを俺に仕掛けてきてるんだとしたら、その認識間違ってっから。あ、それは先に言っとく、男として。わあ、私は今ダブルハズキ系 T シャツを着ている。じゃあそういうことで。またな、先輩。うわ、先輩。うわ、ここの先輩呼びいいな、やばすぎる。ニーナのこのツッツキフィーバー後のセリフ聞いてくの楽しみだな。